いやマジで怖いから、お姉ちゃんそんな、お姉ちゃん、はい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 、お姉ちゃんですね、知ってます知ってます。今度は私たち、ああ怖い、マジでマジでマジで、ちょっと待って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 、怖い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 、あここ開けれんの結局。はいはいはい、鈴の模様。お兄ちゃんを返せ。なになに、 OK これで終了かな。 OK、これで鈴の鍵ゲットですね。まあここ最近ですね、マリオメーカーの実況ばっかりやってたんで、ホラーゲームはまだか、ゼロはまだかとたくさんの方に言われておりました。ということでどうもコーダです。ちゃんとゼロシンクロ超やっていくよ安心してください、ちゃんとやりますんで前回はですね、鈴の少女をなんかいろいろ探して終わったような気がします。うん、もうね前回からね1ヶ月半以上かな空いてしまいましたんで、まあいつも通りっちゃいつも通りだけどね、うんだがしかしそう言ってはいられない。さあ今回もねやっていきましょう、りんちゃんと一緒に。リン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 、私が一番かわいい、番かわいい。あ、なんかいる、なんかいる、なんかいるよ。よーし、首曲がり、首90度曲がり、お姉さんお久しぶりです。あなた結構怖いんだよね。うん、でもね今の俺なら余裕です。さあ来い、成仏してやんよ、成仏してやんよ。オッケーオッケー、いいよ、そのままそのまま、いい感じいい感じ。待って待って待って、よいしょ。うわマジで早くない、ちょっと早くない、早くない、早いって早いって、ちょっと待って待って待って、うそ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 う、当たってないし当たってないし、こっちそっちも当たってないし。オッケーオッケーオッケー、怖い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 、移動しないで移動しないで移動しないで移動しない、うわっうそ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 う、嘘だろ、横からはいこんにちはじゃないですよ。もうやめてよ本当に、こっち行くこっち行く、はい前を見て、俺は常に前を向く男でありたい、そういう感じそういう感じ。戦闘戦闘、あれ怖い、あ怖いよ本当に、その覗き込むのやめて、あ終わった、あれ終わってない、まだ終わってない、あと1回あと1回ぐらいあと1回ぐらい残ってる、あと1回ぐらい残ってる、ちょっと待って残ってるっぽいけど、ちょっと待って、鼻がかゆい鼻がかゆい鼻がかゆい、はぁー、はいどうもこんにちは。オッケー倒せましたね。タラリラタラリラ、なんかアイテムがある、あお姉ちゃんの姿が見当たらない、あそうだそうだ忘れてたここで開けるんだったお姉ちゃん、そうだお姉ちゃんのことすっかり忘れてたよ僕、うん、もういないようなもんだと思ってたからね。そうだです、なんで鈴の音の少女落ちたかというと、ここの鍵を開けるためだったよね。うん忘れてた。さあここ腕さん来る、腕さん来る、腕さんは来ない、大丈夫よし、うん、はカチカトの鍵、うん机の上で何かは鍵ね、わかった、はい、これが蔵の鍵だろうか、この鍵があればいつきという少女が、あ少年が、少女じゃないね、少年が閉じ込められている蔵を開けることができるかもしれない。おついにイケメン少年いつきくん開けちゃうんですね。机の上に古い本が置かれていた、はい、久々に読みましょうね。僕たちが生贄と赤贄とならなくなれば、八重と鞘の儀式は行われずに済む。だがもし僕たちの儀式が失敗したら、そうなると次に見られる赤贄は彼女たちしかいない。やはりこの村から八重と鞘を逃がさなければ、もうこんなことを繰り返してはいけない、他にやり方があるはずだ。八重と鞘にだけにはこんな思いをさせるわけにはいかない。蔵場神社からつながる古い、神道は昔そこから逃げた双子が出て以来封印されたのだという。双子は逃げる途中にラックパンに会い、命を落としたと鞘主から伝え聞いた。哀れに思った鞘主により、その封印は奇襲を祀る口切に作られた。封印されているが神道はまだ外には通じている。封印を解けば村から出ることができるかもしれない。封印を解く風車の鍵は4人の軍事の家に、受け継がれたと記されている。この家に伝わる風車は蔵から見つけることができた。
振動を抜ければあとは森の中を走るだけだ。決して振り返らないように。ただ優しすぎる二人にそれができるだろうか。ということで、お、ホタル石ラジオで聞きましょうね。ん？なんすか、ムービーすか。ここに行けば、うん、この村から出られる。なんでそう思った。え、誰かがいるよ。誰か来てるよ、近づいてきてるよ。ちょっとやめて、なんか音がやだ。おーっと、ここでボス登場ですよ。あ、私に気づいていない、それとも気づいてドアを開けようとしている。開けないで、絶対開けないで。開けるなよ、絶対開けるなよ。開けたらおしまいだ。え、あ、もう、お姉ちゃん、よかった、お姉ちゃんで。自分がどうなっているのかわからないよ。でも何があってもミオのことを許すから。お姉ちゃん、怖い、置いて行かないで。大丈夫、触れて大丈夫。お姉ちゃんを置いていくわけないじゃない。いや、置いていこうとしたじゃない。ずっと探してたんだよ。うん、そうだね。早く、この村から出よう。ほんと出ましょう。早く出ましょう。ね、もういいですよ、こんな村。そんな調べたりしなくていいよ。うん。お、ここで、さえさん終了ですね。うん。そして僕ね、またね、ミオちゃんのことね、リンちゃんってね、勘違いしてたしね。なんでだろうな、なんで勘違いしたんだろうな。はい、失礼します。さあ、なんとか無事終わりました。さあ、続きまして八の刻いっちゃいましょう。片割れ月、またまたなんか嫌な予感。せっかく一緒に行こうとか言って、また片割れって感じで離れちゃうんじゃないの、やめてよ。さあ、ここはもう、あ、外ですね、家の。もうちょっと早く歩けばいいのに。足怪我してんだっけ。あ、そっかそっか。祭りが始まる。ちょっと変なこと言わないの。お姉ちゃん、行こう。はい、行きましょう。早くこの村から出ないと。なんか草みたいのが上から降ってきたけど、早く出ましょう。うん、だ、そんな早く出ようって言ってるぐらいなんだから、もう走っていけばいいじゃん。お、ちょっと明るい。え、なんすか。いつきくんに会いたい。会わなきゃ。いや、分かった、じゃあ会いに行きますよ。はいはい、分かってます。はい、いつきくんね。はい、みんな大好きいつきくん。うん、さあ、いつきくんのところに行きましょう。お姉ちゃん、ちゃんと来るんだよ。さあ、もう速攻で行っちゃいましょう。そう、さっきね、お姉ちゃんが閉じ込められたところにね、の本棚のところにまた光ってるものがあったんだけど、それは残念ながら取れませんでしたね。うん、悔しい。何？お姉ちゃん遅い。いや、知らないわ、そんな。私たちのせいでとか勝手に責任を感じちゃって大丈夫。とりあえずここの村から出よう。それが第一優先です。よーし、行きますよ。開けますよ。はい、開けました。さあ、いるかな。どこに、いつきくん。あれ、なんでこういう時に閉まってんの。調べる。え、固く閉ざされている。何ですと。ずっと開いてたじゃん。どうしたの、急に引きこもりになりたくなったの。いや、イケメンって大変ですね。うん、イケメンの気持ちはわからないわ。よし、じゃあここの鍵を開けるということですね。はい、開けました、ガッチャリンコ。そしたら、え、なになに、ここでもムービーかい。
やめて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 、大丈夫。おーおーおお、階段か。あ、違う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 、牢屋か。え、なんかすごい怖いってか暗い。いや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 、あら、サイちゃん、ヤイちゃん、どっちかわかんないけど。おいおいおい、いつきくんかな。首つってるよ。知らんが、知らんがな。死んでんの？え、本当に死んでんの？え、もういないとかじゃないの？ごめんなさい。暗。ごめんなさい。いや、本当ここ暗いわ。お姉ちゃん。うん、お姉ちゃんどうした？え？ごめんなさい。君たちを逃がすことができれば、ムツキは許してくれるのかな？はあ、死んじゃってた。うちらは幻を見ていたってことか？イケメン少年いつきくん。あ、とりあえず入ってみよう。なんかモヤモヤしてるものがある。そんな泣いてる場合じゃないよお姉ちゃん。モヤモヤしてるものはなんだ？これだ。じゃあ触るってあるよ。触るのはなんだ？あ、ここか。これをとりあえず触って。何かな、なんだろうね、この触れるものは。赤い紐の日記。さつきは僕を許してくれるだろうか。彼を今日にしてあげられなかった。彼と一つになれなかった。僕にはできなかった。僕は許してもらえるんだろうか。はーい。水晶原石、ほこりをかぶった床で何かが光を発していた。取られた少年が残したものだろうか。あ、これもラジオで聞くことができる。そういえばラジオさっきね聞かなかったんで聞きましょうか、一気にね。じゃあまず一つ目、じゃあ上から行きましょう。はい、続きまして3つ目の蛍石。OK、 水晶原石。てなわけでラジオでした。うん、さあここを映していきましょう。何が出るかな、何が、ムービーだった。え、村全体の地図。赤い印がつけられている地図を写真に収めた。この印の場所に風車が隠してあるのだろうか。村全体の地図をファイルに閉じた。赤い印の一つはこの蔵につけられている。風車の一つはこの蔵のどっかに隠されているのかもしれない。なるほど。じゃあ風車、風車ね、風車、風車か。その風車って言ったらめっちゃでかい、でかいなんかを想像するけどね。あ、これ開けれるんだ。開けてみましょうか。さあ中に何が入ってるかなと。お、あ、ありましたよ。早速一つ目。はいはいはい、あれ、これでいいんですか。 OK、 じゃあもうないよね。触る。あ、ここにもなんかある。え、なになになに。あ、蜘蛛の巣か。ちょっと怖い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 けど気にしない。 OK、 あ、日記ですね。はい、村方が村に来ていると聞いた。僕が送った八重とさえを
頼むという手紙を見て来てしまったのだろうか。まれびと村に招き入れるということは、おそらく彼らを、奏として、引祭を行うつもりなのだろう。彼を巻き込むわけにはいかない。早く村を出るように伝えなければ。あ、なになに？あ、もう一個。はい、赤い紐の日記庫。風車のからくりを動かす他の三つの鍵は、やはり、三尾坂、小原家に隠されているようだ。儀式を終えた僕が逃げるとは誰も思っていないはずだ。これならすぐに手に入れることができるだろう。八重と最後逃がすことが僕の最後の役目なのかもしれない。ということで、残り三つあるわけですね。風車。それを探しに行こうという話でございますが、ここ階段の上も気になるよね。ちょっとお姉ちゃん泣きすぎ。いやーちょっと感情が。お、え、何？人形かただの。あ、触る。あ、あ、頭が。あー、ゼロ式フィルム。あら、ありがとうございます。こんなところで手に入れられるとは。よし、じゃあお姉ちゃん行きますよ。はいはい、開けまーす。はい、出まーす。じゃあ3つって言ってましたよね。お姉ちゃんも来るんでしょ。はい、急に泣き合うんかい。そしたらマップを見てみよう。あ、まずここね。はい、見さかけ、見さかけで、キリナマ、キリナマさんと、ミナクラ墓地ぐらいかな。うん、あとはなさそうだよね。 OK、 じゃあ残り3つですね。結構長いぞ今回も。さあ行きましょう行きましょう。誰かいる？はーい、取っちゃいましょうね。もやもやしてるところ失礼いたします。え、何、取れなかった？嘘。はい、これでどうですか。写真何かが映り込んだ。はい、墓石ですね。 OK、 墓石のところに行けということですね。まあ、その前にまず手前からじゃあ行きましょう。まずはここ。はい、はい、ああ、そうだ、三坂じゃない、大阪だ。もうそろそろ覚えなさい。僕も大阪系。さあ何が。おいっちゅう、いたいたいた。はいはいはい、鬼ごっこ開始、鬼ごっこ開始。あ、待って、映せてない、映せてない、映せてない。終了。多分あの子供たち3人を捕らえられればいい気がする。まず1人上に逃げましたね。上に行きましょう。 OK、 よし。そんで、はい、1個。なになに、気にしない、気にしないで、まずは触る。ウレさん出てくる、ウレさん出てくる。時給いらないのかい、あなた。オッケー、お浸水。どこにいる、どっかにいる、どっかにいる、どっかにいるぞ。んここらへん。あ、わかった。びっくりした、お姉ちゃん、お姉ちゃんだった。あ、はいはい、隠れてる、見っけた。イエーイ、終わり。見つけたよ。あ、やっぱりかくれんぼをしてるんだね。怖い怖い怖い、なんかウレさんが出てきそうな気がする。そんなことはなかった、かけら。はーい、じゃあ一人見つけたからもう戻っちゃっていいかな。ここら辺はなんもないよね。よーし、じゃあお姉ちゃん邪魔。よし、じゃあ、あと2人、あと2人見つけに行きましょう。さあ、どこにいるかな。まただよー。こっちにいそうな気がする。さあ、いるかな。どんどん。よし、
いる。オッケー。左、真ん中。そこは隠れてるのかい君。もうちょっとしっかり隠れた方がいいと思うよ。それじゃすぐに捕まっちゃう。え、なになに、ニエが捕まったら蝶になるんだ。いや、蝶になってね、飛んでいきたいですよね。はい、あと一人かな。よし、ここ入っちゃう。あと一人、あと一人、あと一人、どこかな、ここら辺、奥の部屋。もういいよ。はーい、入っちゃいましょう。ここら辺にドックンドックンドックン、来たー。よし、ここら辺、あ、ここら辺ですね。それは隠れてるのかい君。それ隠れられてないと思うよ。ちゃんとしっかり隠れて。鬼が来た。なになに、え、なになに、え、こ、怖っ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 、そんな腕出なくても。いやー、びっくりした。何だったんだろう今の。はい、じゃあ取って取って取っちゃってと。オッケー。あられ石ショー、縁側に小さな鉱石が落ちていた。あ、ラジオね。ラジオなの、それだけ。じゃあラジオで聞いちゃおう、ラジオで聞いちゃおう、ラジオで。どれだ、これだ。いいよね、かくれんぼしてて。もうみんな見つけたと思って、じゃあ解散ってなって、そして俺だけずっと隠れたままだったね。そんな昔を思い出しました。ということで今に戻ればいいのかな。うん、今に戻ります。なんかそんな気がする。違うかな、だってこれでみんな見つけたもんね。みんなどこって言ってたくらいだから、ここに戻ったらなんかあるとかないとか、そんな話じゃ。わーい、わい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 、あ、いた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 。オッケーオッケー、はい、熱中。え、早くない、早くない、ちょっと待ってよ待ってよ、どこどこどこ、いや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 、やめてやめて。あ、なになに、ちょっと待って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 、どこ、あ、いた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 。え、なんか、なんか、なになに、何がいいの。あ、おちょ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 、待って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 、なになに、よくわかんない、よくわかんない、怖い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 。あ、いた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 、はいはいはい、待って待って、お姉ちゃん、お姉ちゃんをみんな襲おうとしてるのか。ちょっとお姉ちゃん、お姉ちゃんを、お姉ちゃんを返せ。ちょっとみんな、お姉ちゃんをいじめるな。あとちょっと、あとちょっと、待って待って、一人がね、最近なんか、はい、オッケー、もうとりあえず取っちゃおう。あなたもギガ進化、ギガってなんかメガ進化、そこに、そこにいっぱいいるな、固まってんな。ダメダメダメ、何スカート覗こうとしてんの君。いや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 、ダメだって。だから来た、これも倒しちゃおう。オッケー、あと一人な気がする。オッケー、あ、消えちゃったか、マジ。おっと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 、オッケー、これ完璧、よし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 、あとちょっとだぞ、もうこれで倒せるかな。オッケー、これで3人倒せました。はい、お眠りなさい、良い子は寝る時間ですよ。オッケー、これで風車2つ目ゲットですね。よし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 、
てなわけで、じゃあ3つ目と4つ目は次回にしましょうか。今回はここまでにしたいと思います。いや、久々のホラーゲームでしたけども、やっぱり夏はホラーだよねこれからどんどん暑くなると思いますが、皆さん体調には十分お気をつけください。それでは次回のゼロシンクの蝶の実況でお会いしましょう。コーラでした。ではまたね、グッバイチャー。いやいやいや、なよ勇気あるよね本当に、マジで。あ、危ない危ない、それは怖い。めっちゃ目綺麗、めっちゃ目綺麗。